それではアイクロン7による建物の設定、スロー2を行いたいと思います。まず、プロップを選択します。ブロックでウォールを選択します。フロア1をやってみます。 少し広くしてみましょう。続いて、ウォールを選択します。ここも調節します。広くします。続いて、ここのマテリアルをクリックします。 適当なルーフを選んで開くをしますボックスの「z」を押して広くします、X、でやってみましょう「y」でやってみましょうこれぐらいでいいでしょう続いて縦のところもやってみます ルーフを選びます5です続いてキャラクターを選びますアバターの適当なキャラクターをやってみますこのキャラクターを選択しますモーションを加えましょう 適当なモーションでやってみます。クリックで選択します。再生ボタンを押しましょう。ポーズじゃわからないので、 適当なやつでやってみます。再生ボタンを押します。こんな感じになりました。成功です。これで、i クロン7による建物の設置を終わりたいと思います。ありがとうございました。まだまだ続きます。